今日一人目のお客さんですね。はいはいはい、一人目のお客さん今試乗中。ママ開けて。一人目映ってる。あ、そっか。本日の一本こちらですね。マットのブラウンのノンブランドのメガネです。中国産です。かなりインパクト大のメガネです。今ハンズジョーカーがこれ欲しいな。400円だって1個。これが一番いいよね。やりました。意地でやって4回やってですね。実はこの子が 2つ。やっと出ました。この子最後でこれですね。でこれ車のジョーカー。やったね。大人買いしました。1600円。小さなネズミを探してるんですけどね。ミッキーネズミですよね。でもね、これ軽いとダメなんですよ。ダメだね。もうネズミの黒いネズミがないんだ。オーブンで固まる粘土2つ、これをうちの娘に作ってもらいます。フランク三沢マカオ、面白い。これダメ、誰かにあげようよ。フランク、すごい面白い。天才時計師フランク三沢だって。長女の初映画妖怪ウォッチ、メダルもらいましたね。これ多分なんかあれかね、妖怪ウォッチで聞けんのかね、これね、このメダルね。ネズミがなかったので、娘にネズミを作ってもらいました。粘土で今焼いてます。黒いネズミ6体。